はい、皆様こんにちは。今日はですね、ジャイブの基礎超入門編の2ということで、前回の超入門編の足の、とよく似たやつなんですけども、もう一パターンですね、やっていただきたい足ありますんで、これをやっていただいた上でですね、ジャイブのいろんな足やっていきたいと思います。まずはですね、足を軽く揃えていただいて、最初はですね、左足つま先、右足かかとでこういうふうに足をこう開いてください。それからピョン、次右足をつま先で、左足をかかとでピョン、ハの字、内股ですね、完全に。次右足かかと、左足つま先でピョン、こういう感じですね、逆ハの字。次右足つま先で、左足かかと、こういうことです。はい、次左へ行きますね。右足つま先で左足かかと。次左足つま先で右足かかと。右足つま先で左足かかと。左足つま先で右足かかと。こういうことです。次また右へ行きましょう。4回ずつぐらい。1、2、3、4。簡単です。そんな簡単じゃないんですけどね。これどんな子供でもやります。クラブステップという足なんですけど、これどんなダンスにも入ってるんで、このフィーリングをですね、ぜひ、みんな今のうちに練習していただければ。ジャイブこう蹴ったりですね、跳ねたりばっかりだとちょっと飽きてしまうんですよね、フィーリングが。僕も偉そうなこと言ってますけど、でも絶対にこの足、他のダンスにも絶対役に立ちますんで、何年かかってでもいいですからね、ちょっとやっておいていただきたいと思います。はい、そんな何年もかかんないですね、これ多分ね。はい、もう一回いきますよ。あとですね、すいません、もう一つだけ。サンダルでやるっていうのはすごく大変だと思うんですよ。で、別にですね、ティーチャーズシューズなりですね、低い、かっこいいですね、ヒールの低いやつでやっていただく方が私は本当はいいと思うんですよ。ただですね、サンダル履きでこんなことができるんだっていうところにですね、また一つのテクニックというか技術が、見え隠れするものがありますんで、サンダル履きで挑戦私するよっていう人はですね、ぜひですね、サンダル履きでですね、練習していただければ、ヒール高いやつですね、これちょっと高めのラテンサンダルでやっていただければいいと思いますね。なかなかですね、サンダル履きでですね、ダンス踊れるっていう、そんなにですね、世の中いないと私は思いますんで、ぜひですね、ヒールという分野にチャレンジしていただくのもいいんじゃないかなと思います。はい、ちょっとまた余談になりました。はい、もう一回今日のおさらいします。はい、つま先、左足つま先、右足かかと。はい、右足がつま先で、左足がかかとで、こういう内股にね、はい、外股、内股。はい、こっち行きます。こう。今分かりやすいようにですね、あえてヒールとかつま先をこう際立たせてますが、慣れてきたら別にこんなんで全然 OK なんでね。はい、自分の今ヒールなのかつま先なのかという足の感覚がしっかりと自分の中にこう、で認識できてれば全然大丈夫なんでね、やってくださいね。1、2、3、4でちょっと足を上げると、この前のロックンロールの雰囲気が出てくるんです。で、これもですね、この前と一緒でですね、前行ったり横行ったり斜め行ったり後ろ行ったりこうできますんで、それもですね加えてやっといていただければと。前回のロックンロールの動画でですね、なんかコメントいただいているようなんですが、楽しんでいただければそれはそれでいいんですが、やってくださいね、練習で。はい、もう一回いきますよ。すみません、1、2、3、4、1、2、3、4、ね、今早くやりましたが、もっとゆっくりやってくださいね。1、2、3、4、別に足上げなくてもいいですから、ちゃんとこういうふうに
ね、こう綺麗に綺麗にこう、特に内股の時ね、足が綺麗にこう離すんだ。ちょっと練習してください。ちょっと長くなりましたが、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。